バルター・ヘーベル、バルター・ヘーベルは、ナチス・ドイツの外交官。親衛隊としての最終階級は、親衛隊名誉少将。アドルフ・ヒトラーの側近の一人として知られる。1904年、ケルンで、カカオ加工工場を経営する一家に、一人息子として生まれる。1923年に、ミュンヘン工科大学に入学。同年11月9日に、 ヒトラーが起こしたミュンヘン一気に突撃隊の機種として参加、逮捕される。国家反逆法除罪で、執行猶予付きの禁庫15ヶ月、罰金30金マルクの判決を受ける。1924年に執行猶予が取り消され、ランツベルク刑務所にヒトラーらと共に収監される。1924年12月、特赦により出所。出所後は、 ハンブルクの貿易商社で働き、また1年間イギリスに語学留学する。1926年にイギリスのプランテーション企業に就職し、オランダ領東、インドに渡る。1933年にナツスニュート。1935年、同等バンドン支部長。1936年、4ヶ月の東アジア旅行の後、 ドイツに帰国、ナチス外国組織部局当局のオランダ領東、インド課長となった。1937年には、スペインで、ビルヘルム・カナリス提督の国防軍情報部に勤務していた可能性が指摘されている。1938年2月、外務大臣、ヨアヒム・フォン・リッベントロップの首席個人補佐官となる。同年6月、一等書期間。同年、 外務省の総統官邸上中連絡官になる。外交官として1939年3月のヒトラーとチェコスロバキアのエミール・ハーハ大統領の会見をセッティングしている。南アフリカの国防省ピロー及びエアハルと見る人、談笑するヘーベル1939年4月に、3時間、翌年9月に行使、講師1943年3月に、 特命全権大使に昇進。一方で1937年に新英大名誉少佐1942年には新英大名誉少将にまで出世した。外務省の総統官邸駐在官としてヒトラーの身辺にあり、その地具を得た。しかし、公人としては、党の中堅幹部の一人にとどまり、彼や政府公官らが行った政治。 軍事上の重要な意思判断に関与した形跡は見つかっていない。その一方で、周囲の人々からは有能ではないが、聞き上手で温厚な好人物と評され、最後までヒトラーの個人的信頼を得ていた数少ない人物であった。彼に対してヒトラーが不機嫌になったのは、フリッツ等と軍事省の娘との結婚を拒んだ時のみであったという。もっとも、 他人の目に触れることを考慮してか日記をインドネシア語で記すなど内心は複雑なものがあったことが伺える。第二次世界大戦末期のベルリン攻防戦中の1945年4月30日、相当地下号でヒトラーが自殺するとヘーベルはベルリン艦長外防衛司令官、ビルヘルム・モーンケア、新衛隊医官、 エルンストギュンター・シェンクラと共にその場から脱出したが、5月2日に赤軍の捕虜となることを拒んで自殺した。彼を信頼していたヒトラーは、自らの生産借り入りカプセルをヘーベルに与えており、また彼自身もボリシェビキの捕虜となって、機密を自白することはないと誓っていたためであるという。ありがとうございます。